対峙している犬と猫。攻撃的でなく、互いに仲良くしている子猫と犬。一緒に座る犬と猫。本記事では、猫と犬の関係について記述する。猫と犬には、様々な相互作用が存在する。各種の自然の本能は、傾向的な相互作用につながるが、時たま個々の動物は、お互いに非攻撃的な関係を築くことができる。特に人間がそうした。 非攻撃的な行動を社会化する場合にできる。一般的に攻撃的な主観の相互作用は文化的な側面から指摘されている。犬と猫が適切に飼育され、飼い主からよくしつけられた場合には、犬と猫がお互いに良好な関係を築く傾向がある。子猫が野犬の背中に座っている。猫と犬がコミュニケーションを取るために使用する信号や行動は異なり、 攻撃性、恐怖、優越感、友情、縄張りなどの信号が他の種によって誤解されてしまう可能性がある。例えば、犬は逃げる、小動物を追いかけるという本能を持っており、これは猫と共通している。本当んどの猫は犬から逃げる行動をとるが、犬に向かってシャーと威嚇したり、背中を弓なりにして犬に攻撃をする猫もいる。また、 猫に引っかかれた後に猫を怖がるような犬もいる。適切に社会化されていれば、猫と犬は、喫抗的ではない関係を持っている可能性があり、猫と一緒に育てられた犬は、他の犬よりも猫の存在を好む傾向にあると言える。しかし、長年一緒に生活してきた猫と犬にとっても、外部からの刺激や病気、遊びがエスカレートするなどして、攻撃的な反応に戻る。 可能性もある。猫と犬のように戦うというフレーズは、二つの種の関係が拮抗するという自然な傾向を反映している。他のフレーズやことわざには、犬が寄ってくるまでは、猫が威張っている、猫と犬はキスをするかもしれないが、良い友達ではないなどがある。トムとジェリーにおいては、猫のトムとブルドッグのスパイクの間に対立関係がある。ありがとうございます。